今日の朝ごはんはワイルドベリーのねマフィンを作ってみました。香りもね良さそうだし美味しそうですね。いただきます。おはようございます。今日は5月の9日土曜日でございます。もうご飯はね朝ごはんは食べて、さっき作ったマフィンをね食べたんですけど、ワイルドベリーのやつ初めて作って食べてみたけど結構美味しかったですね。ただブルーベリーとそんなに味的にはすごい違いがないので、まあ、ブルーベリーかワイルドベリーだったらワイルドベリーの方がねなんかちょっと贅沢な感じはするかなと思うんだけど、あの赤いパッケージと青いパッケージの2種類のブランド買ったんだけど、今のところ赤いブランドの方が個人的にはちょっと好きかなって感じですね。まあ青ももちろん全然悪くないし美味しいんだけど、まあ、作り方も全部一緒だから多分材料っていうか中の入ってるやつもほとんど一緒だと思うんだけど、なんとなく赤の方がふんわり仕上がる気がしてるので次買うときは赤いパッケージの方にしようかなとは思ってるんだけど、今回のやつもねあの別に全然食べれないほどではないし、むしろほぼ一緒ぐらいのね味だったので美味しかったです。で今日はねちょっと髪の毛を留めようと思って、だいぶね黒い部分も出てきたし、あと色がすごく抜けてきたので、あのまあ外に出る用事もないし染めなくてもいいかなと思ってたんだけど、まあ、これぐらいだったら気分転換にもなるしね、そろそろちょっと気になっても来たので、今日はちょっとこれから髪の毛を染めていこうと思います。まあ、髪の毛塗り終わってあの待ってる間にお昼のサラダを作っていこうと思います。まあ、めちゃめちゃ簡単なのでチキンはね解凍しておいたので作っていこうと思います。はい、今髪の毛洗ってきたんだけど先にねご飯食べちゃうと思います。いただきます。ちょっと今前髪カーラーつけててから取ったばっかなので、すごい変な形も変だしすごい浮いてる感じになってるんだけど、シャワー浴びて流してきました。プリンはまあまあ治ったかな、ちょっと毛先というか こっちより暗いかなと思うんだけど、黒真っ黒くねこうラインになってないからいいかなと思います。ちょっと気分転換にはなったかなと思うんだけど、本当はもうちょっとね黒くというか暗くしたかったんだけど、あった染め子がねそんなに暗いやつじゃなかったので、まあ、今回やったやつはねちょっとねカメラだとより明るく見える、特に今あの明かりがすごく入ってくる時間帯なので、あのカメラのね調整機能みたいなのですごい明るく見えると思うんだけど、まあ、肉眼だとねどれぐらいだ、もう少し暗いかなと思うんだけど、本当はもうちょっと暗くしてもよかったんだけど、まあ、今回はしょうがないですね。とりあえずこの辺がねあのくっきりプリンがなくなったのでよかったかなと思うので、はい、今回はこんな感じでございます。今日もコーヒー家に作ってやったのでめっちゃポルポル美味しそう、食べようと思います。最近このクリーマーを、まあ、クリーマー自体もちょっと甘いんだけど、クリーマーを入れてさらにこのね黒蜜をね入れるのにちょっとハマってて、あの黒糖ラテみたいになるので美味しいんですよね。よいしょ。黒蜜あんまり入れちゃうとね甘ったらしくなっても嫌なので、そうクリーマー自体がまあ甘さがついてるからね、あんまり甘すぎないようにはしてるんだけど、まあでもコーヒーゼリーのこのコーヒーゼリー部分っていうのコーヒーの部分が結構ね濃いめに苦めに作ってるので、うん、マッチして美味しいんですけど食べようと思います。おやつにいただきます。ちょっと今日ねこれから今もう6時になるんだけど夕飯の準備まだしてないんだけどね、これからあの久しぶりにターゲットに行ってきます。歯ブラシがね欲しいのと、あとブリーチとかまあ細々したのちょっと欲しいものがあるのであるか分かんないけど見に行くついでに、まあ、歯ブラシは普通にねあると思うので入れていこうと思います。ターゲット着きました。土曜日だからちょっと混んでるかもしれないけど行ってきます。ちょっとね今ターゲット行ってきたんだけど、あんまりね物がなくて結構混んでもいたので、あのこれから、まあ、ついでだからウォルマートにも見に行ってこようと思います。
ウォルマートつけました。ウォルマート並んでなさそうなので見てきます。みんなトイレットペーパーがちょっとだけあるよ。1個しか買えないから1個買ってきます。とりあえずね、これ何ロール入ってるんだろう、12ロール入ってるから、とりあえずさ、あの生き抜けるので1個買っていこうと思います。さすがウォルマートだね。クリーニング機はまだあんま戻ってないね。ブリッジは反対側かな、あっちの通路かな。あのキッチンタオルとかもね結構あるっぽいから、反対側にね、こんな感じでちょっとありますね。あ、やっと戻ってきたね。トイレットペーパーめっちゃ嬉しい、やっと買えたわ。ブリーチも売ってた、この大きいやつ1個買ってきます。よかった。はい、お使いできました。今日はもう必要なねブリーチ買えたのでめっちゃハッピーでございます。で、このコルゲートのね、この先っちょが、先端がこの極細もみたいなやつが、これがね唯一日本のあの歯ブラシみたいなやつで、他はもうね全部このなんていうの、毛先が細くないタイプが多くて、このヘッドもすごい大きいのが多くてね、アメリカなので、うちはいつもなるべくこの細めなタイプを探して買ってるんだけど、無事見つかりまして買ってきたのと、あとブリオッシュの前からね買ってるパンと、あとチキンのもも肉、この間スーパーで買えなかったので3パウンドのやつ売ってたのでね買ってきました。あとトイレットペーパー今日見つかったので買ってまいりました。ということで、今日ちょっと遅くなっちゃったんだけど、ひき肉も解凍しておいたので、今日はねひき肉のカレーにしようと思って作っていこうと思います。はい、ご飯食べ終わりまして、まあ、時間も12時11分ですね。結構前にね食べ終わったんだけど、あのテレビ見ながらゆっくりしてたらあっという間にね、いつもこんな時間にあっという間になっちゃうんだけどね、ご飯食べ終わったら。今日でもご飯ちょっと遅かったので余計にって感じだけど、今日はねウォルマートに行って、なんとねトイレットペーパーが手に入ったので、まあ全部の種類まだ入荷してなかったから、今日買ったやつとあと何種類かのブランドはねまだあったけど、まあ全部棚が埋まってたわけじゃないので、ペーパータオルの方もね結構空きが目立ってたので、まあまだちょっと時間かかるかなって感じですね。あとターゲットの方も、品揃え的にはあんま良くなかったから、あのね、まあもちろん食料品が最優先だから、食料品はねある程度はやっぱあるんだけど、それ以外のものは入荷多分してないと思うので、優先してね入荷はしてないと思うので、そういう商品がねあの在庫ある限りみたいな感じ、結構棚が空っぽのところもあったので、まだちょっと時間かかるかなと思うんですけど、とりあえずトイレットペーパーね手に入ったのが一番嬉しいですね。コストコに本当に買いに行かなきゃいけないかなと思ってたんだけど、なんか朝並んで買いに行けばなんか買えるみたいなのは聞いてるんだけど、まあちょっとそれもね大変っちゃ大変だからね、いつ何曜日に、毎日行っていいのか何曜日こう入荷日みたいなのがあるのかもちょっと分かんないから調べないといけないんだけど、まあとりあえず今日は何ロール12ロール買ってこれたので、結構大きいロールだしね、まあ少しこれで何週間か持つんじゃないかなと思う。うちまだ先生のお姉ちゃんからいただいたトイレットペーパーがあと3ロールぐらい残ってるのかな。まあギリギリだったからね、あの欲しかったんだけど、まあ一応3ロール残ってたからそろそろかなと思ったんですけど、無事買えたのと、ブリーチもね無事買えたので本当良かったです。グレートバリューの安いやつだけ、まあブリーチだから別にそんなブランドは気にしなかったので、まああれば買おうと思ってたんだけど、何種類かあったのでね良かったです。本当にもうこれからどんどんこう入荷してくれたら嬉しいんだけど、日本もなんかマスクが店頭に並ぶようになってきたとは聞いてるけどね、まあ相変わらず品薄状態はしばらく続くんじゃないかなと思うので、もうちょっとの辛抱かなとは思うけど、なんかもうちょっとの辛抱、もうちょっとの辛抱ってずっと言いながらなんだかんだで1ヶ月2ヶ月ね経ってるからね、まあそんな感じですね。でも本当にお店が開いてるだけでね十分だと思うので、まあ今はねスーパーに行くのがかなり息抜きになってるし、あとはもう自炊がね大変って思うかもしんないけど、まあ、でもスーパー以外にもレストランとかもテイクアウトは空いてるので、その中では食べられないけどねテイクアウトはやってるから、本当にめんどくさい時はテイクアウトだったりドライブスルーもできるので、まあうちはそんなに、なんかアリゾナの夏ってもともとなんだろう、みんな外に出ないのね、暑すぎて、まあ外でやることも特にないし、外でなんていうのアクティビティみたいなのもないし、まあ、行くとしたらショッピングモールとかそういうお買い物、インドアのお買い物が中心になるので、アリゾナの人たちは多分家にいること自体はそんなになんていうの苦じゃないというか、結構慣れてる人が多いと思うのでね、まあこれから夏だし
エアコンが効いてるね、室内でゆっくりしていこうかなと思います。まあイベント、うちのね、あのやってるガチャガチャのイベントのやつも一応7月8月くらいから始めるかなって感じ。7月がちょっとまだ微妙だけど、8月のイベントも決まってるやつは今んとこキャンセルにはなってないので、まあこの辺はね、あの市、開催する市とか都市のね、あのなんていうの、決定によると思うんだけど、まあもう5月だしね、あと数ヶ月で元に戻ってくれるといいなと思っております。はい、そんな感じで今日のブログはこの辺で終わりにしようと思います。また明日のブログでお会いしましょう。バイバイ。